こんにちは。キービジュアルとキャラクターデザインを担当した、天野義隆です。まあ、新しいそのゲームということで、僕の場合最初から 3D になるっていうのを想定してキャラクターデザインしたことがなかったので、まあ、これはちょっと興味があってどうなるのかっていうのがありまして、ただ初めてノータムの試み、すごいお楽しみでしたね。どうなるかっていうのが一番、まあ、いろんなキャラクターが出てくると思いますけども、まあ、一応キービジュアル出てくる主なものは大体こう決まっていたのかなと思って、あとはどれだけそれ以外のものを入れるかっていうので、まだこの時点でこう敵対味方だとかこういうその辺の役割がよく分かってなかったので、まあ、大体自分なりにこうだろうなっていうのをこう入れて、なのでこのキービジュアルに関してはなるべくたくさんの要素を入れたいなと思って、なのでちょっと大きめに描いて、ちょっと神話的な感じにあえてしました。これの前にもう一枚、ちょっと風景画的なものを描いたので、じゃあ次のこうもう一枚目はもっとこうキャラクターを出したものを印象強いものがいいなと思って、でこのちょうどバックにいる怖いみたいなこの人を前面に出して、見た人がハットセラーの一人だっていう、ちょっとそういう回り込んでこう下に来るみたいなね、まさにこうこのゲームが始まるみたいな、そういうようなイメージで描きました。どっちかというと女性の色っぽいこうキャラクターとか、あと敵モンスター敵ボスとか、そういう こう怖いものに関してはすごいこう描いてて楽しかったですね。まあ、主人公それからヒロインとか、まあ、大体こうパターンみたいなのあると思うんですけども、ボスというかそういったもう敵型ってのは意外と自由に描けるの で 3D になった時にどうなんだろうっていう、自分の絵がまたこう変化するみたいなことで、それはすごい楽しみだったんですね。頭の中ではこうみんな 3D になってると思うんですよね。まあ、僕なんかそれでこう紙に書くんですけども、実際にこういうゲームの中っていうか映像の中では 3D になってるので、ギャップみたいなのがどのぐらいこうあるのかなっていうのがあったので、より常識外れのものを 3D になった時に見たいなっていうのがあって、敵キャラが結構ね、まあ、敵かどうかわかんないですけどね、それが結構やってて楽しかったですね。名前ちょっとねわかんないです。こういう獣のこう怖いやつじゃないですか。バルガーですか。バルガーだったかな。こいつはね結構楽しみですね。こうどう活躍するか、海外の人から見たら和の感じに見えるのかわからないんですけど、その辺がこのドア割れるかって楽しみですね。そういう風になったんだっていう嬉しかったですね。まあ、もちろんその前にそのプリントアウトされたものを見てるんですけども、まだそんなにたくさん動いてるのはまだ見てないような気もするんですね。すごい楽しみにはしてるんで、キャラクターだけじゃなくてね、背景建物とか自然だとかそういったものも含めて一つのこう 3D の異空間というか、その存在しちゃってるわけですから、その中でこのキャラクターがどう動くかっていうのは現代ならではかなりこうリアルな世界だと思いますね。頭の中にイメージのかなり近い映像が実際の画面に出てきる、そういう気がします。妖精いますよね。ちっちゃいちょっとコケテッシュの感じで可愛らしくて、なんかこうふわっという感じで和むというか、そういうキャラクターだと思うので、あの子がどうその物語に出てくるのか、ホッとするかどうかは分からないですけども、夢の世界っていうファンタジーっていう感じがするので、ちょっとこう殺伐とした中にあれが入るといいなっていう、僕もこうゲームの世界はまあちょこちょこ関わっているんですけど、そんなに全体を分かっているわけではないので、その中にこの作品がこう入り込むっていうのはなんかすごく楽しみですね。ただ一番こう感じたのは、アトミムさんの皆さん その情熱、それがすごいんですよね。そういう思いがやっぱりこう作品って絶対こう伝わると思いますので、技術とかそういったもの以上のねこだわりというか愛情というか、その熱い思いがこのゲームとしてのね入り込むわけだから、そういう意味ではそれがやっと最初の話の時はまだまだね制作の前っていうか途中というかな、やっと1年半以上経ってこういうふうに具体的になったんだなっていう、ちょっと考え深いものがありますね。
もうすぐ公開されるこのゲーム、僕も力を入れて作りました。ぜひ楽しみに待っていてください。それでは。